こんにちは、すゑひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は、音声ファイルの拡張子を無料で簡単に変換できるオンラインソフトの紹介をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、では早速ですけど、こちらが無料で拡張子を変換できる、オンラインのソフトですね。こちらですね、オンラインオーディオコンバーター。こちらのサイトのですね、リンクはブログの方に貼っておきますので、そちらからダウンロードしてきてください。こちらですね、とても使い方が簡単ですね。このように後ろの拡張子ですね、こういうふうに、変更できますので、この変更したいファイルを、もしパソコンからでしたらこちらですね、もし Google ドライブからでしたらこちら、ドロップボックスからでしたらこちらですね、もしくはネット上のからのダウンロードでしたらこの URL からということですね。で、早速試しにやってみたいと思います。じゃあまずファイルの方からやってみますね。はい、ファイルを選択しますと、このように今一旦ダウンロードしているところの感じですね。一旦ダウンロードが完了しました。その後ですね、こちらは MP4 の拡張子ファイルですけど、こちらですね、あとどれに変えますかってことですね。じゃあ MP3 に変換ということ で、それをその後は変換ボタンですね。はい、これで変換は終了です。めっちゃ早いですね。で、あとはこちらからダウンロードですね。で、ダウンロードして保存すれば、拡張子が変わったファイルになっているところですね。はい、とても使い方は簡単ですのでね、しかも無料ですから、ぜひ使ってみてください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。